韓国外交部の白人長官が18日から3日間の日程で日本を訪問し、外相会談などの日程を消化する。今年5月の就任後、初めての訪日だ。韓国外交部の長官が二国間外交会談のために日本を訪問するのは2017年12月当時の業ファガン長官以来、4年7ヶ月ぶりだ。長官はまず、林正外相と外相会談を開き、 日韓関係や朝鮮半島問題など日韓両国の関心事について話し合う。また、訪日期間中に日本の各界関係者との面談も行われる見通しだ。特に8日に参議院選挙を支援するための遊説中に安倍岸首相が銃撃を受けて死亡したことに対しても弔意を表する予定だ。外交部長官の今回の訪日で、 両国の最大懸案である日本先般企業の植民地時代の元徴用工への賠償問題に対する糸口を見出すことができるか注目される。日本政府は1965年の日韓請求権協定を通してウム上の経済協力ですでに解決されたという立場で、韓国政府が解決策を講じるべきだと主張する。しかし、これらの企業が賠償を拒否し、 被害者が該当企業の韓国国内の資産を売却して現金化してほしいと再び訴訟を起こした。今月16日に赴任したユンドクミン駐日大使は差し押さえられた日本企業の資産の現金化が非常に差し迫っていると雰囲気を伝えた。日本政府は自国企業の資産売却を日韓関係のレッドラインと認識している状況。これに伴い、韓国政府は被害者側訴訟代理人と支援団体、 学会放送会経済会などの専門家、前職外交官などが参加した民間協議会を構成し、解決策を模索している。白長官は今回の法日過程で韓国政府の努力について説明し、日本側の協力を要請するものとみられる。